皆さんこんにちは、マダリゲルディッシュです。では今回は、考え、続きをプレイしていきたいと思います。でですね、脳筋プレイで甲子園優勝しようということで続きをやっていくんですが、バケモンみたいな打線になってます。1番から8番まで、つまり野手8人全員パワー A 以上、そのうち5人がパワー S、 さらに2人がパワー100っていうね、カンスト状態です。あがつまくんがパワー100、あとは8番に入っている藤本くんパワー100、パワー100が2人もいて、しかも藤本は8番っていうね、すごい打線になってるんで、この打線で甲子園出場、さらに優勝を目指していきたいと思います。甲子園の方は4年連続出場という中なので、今回はね、5年連続というのを目指していきましょう。ではどうしようかな。張り切りボーイは内気な平川くんにしますか。内気だと魔物発動する可能性ありますもんね。では1回戦目の相手ですね、いすみ農業高校総合戦力 D です。いきなり平川くんが魔物を発動してますが、ここはこのまま行きましょう。もしね、後半ピンチになるようであれば発動していこうかなと思います。そうじゃなくてもパワー A の打線、ミートがね、高くはないので、めちゃくちゃ打てるチームになっているのかというと、そういうわけでもないと思うんですけども、まさにどこからでも一発が出てもおかしくない打線に仕上がってますんで、しばらくの間はね、様子見をしていきましょうか。はい。では、打ち合いの試合になりましたが、最終的には8対5で、初戦を突破しています。ホームランは3本ですね。長川君、藤枝君、高澤君にそれぞれホームランが出ています。3本ですね。では、ここでですね、ちょっと全体的なスターディングラインナップの方ですね、もう少し詳細に、ご案内させていただきたいと思います。特にね、ピッチャーとかも含めてね、今回の大会を戦うにあたってのメンバーを紹介していきましょう。まず1番の大越くんですね。パワーがもうすぐ S になります。逆境丸。2番平川くんパワー S、 バント職人持ってます。3番あがつまくんミート、もうすぐ A、 パワーはすでに S でカンストです。チャンス B です。そして2年生ながら4番を務めるのが深井くん。パワーが2年生のこの時期ですでにもう97。5番長川くんももうすぐパワー100というところですね。6番藤枝くんももうすぐパワー S、 阿部日持ち、なんといってもキャッチャー A、 彼がねいるこの最後の夏の大会、優勝のチャンスだと思うので、頑張っていきましょう。そして、7番高澤くんですね。そして8番にパワー S、 パワーヒッター持ちの藤本くんを配置するということでね、冒頭ご紹介したように打者、野手8人のうち6人がパワーです。そのうち2人がパワー100っていうね、そういう打線になってます。さらに代打でパワー S がいるっていうね、こういう打線になっています。その他だと小瀬村くん、水村くん、丹波くんなんかいますね。水村くんもねパワー A です。で先発は足田くんですね。威圧感持ちです。球速163キロ。松岡くんも球速162。ただね、脳筋なのでコントロール、スタミナ、この辺りは全然伸びてこないですね。渋沢くんもストレート165キロ。で、転生プロ山井くんですね。もう2年生のこの時期で速球161キロになります。ドモンくんももうすぐ160キロですね。で、あとは、飯山くん。彼はね、転生プロで、1年生で入ってきてくれています。その他ね、有望そうなところで言うと、牧田くんも1年生ながら、威圧感もチャンス A、チャンスメーカー、パワーがすでに D です。ミートに関してはもう B っていう状態なので、彼もね、来年はパワー S、そういう選手になってくれるかなという期待を持っています。あと、牛尾くんもね、全体的な能力のバランスはいいです。これで、夏の甲子園大会、まずはね、出場、そこからの優勝ということで頑張っていきたいと思います。では甲子園の予選大会2回戦目進んでいきましょう。では甲子園大会予選2回戦目、鴨川水産総合戦力 E の高校との試合になります。今回の張り切りボーイはね、2年生ながらすでにパワーが97っていうね、怪物深井くんです。
まあ、打率もね、この後もうちょっと上がってきてくれるかなと思うので、今年、来年と、まあ、2年続けて4番を務めてもらえるのかなという期待を持っています。ここまで打率3割1分、ホームラン2本、打点9。これは入るかな。入りますね。ツーランホームラン。こういうね、打ち合う野球っていうと聞こえはいいんですけど、どちらかというと一発狙いの野球ですね。ここも一発狙いですがホームランですね。スリーランホームラン。では7回の裏ですね、ピッチャー山井くんにスイッチしてます。この回0点で抑えればコールド勝ちという場面ですね。まあ、練習の方は野手であれば筋力、まあ、パワーですね、あと投手であれば、まあ、球速練習しかやっていないんですけども、パワーがじゃあ100に完走した場合どうなるかっていうとですね、もうパワー練習ができない、筋力練習ができなくなりますので、その場合はね、もうお任せにします。こっちで選ばない、お任せ練習にするっていうルールでやっていきたいと思います。そういう意味で言うと、藤本くんとかね、もうパワーが100になっているので、練習としてはお任せになっています。ちょっとこの後練習のね、内容もお見せできるところでお見せをしていきたいと思います。2回戦はね、無事、勝ち上がってます。まあ、芦田くんとかね、上から順に見ていきますけども、全員球速練習ですね、練習中と。画面の右側注目していただければと思うんですけども、全員パワー、あるいは球速の練習をしています。ただ吾妻くんはね、もうすでにパワーが100に完走しているのでお任せ練習、その他の選手は全員、パワー練習ですね。藤本くんも同じくもうパワーが100になっているのでお任せ練習、その他の選手は全員パワーないし球速の練習という内容にしてあります。ではこれで続いて3回戦目プレイしていきましょう。では3回戦目です。浦安高校ですね。総合戦力 D です。で今回の張り切るボーイは6番のキャッチャー A 藤枝くんです。浦安はね、僕は船橋に住んでて、奥さんがディズニーランドが好きでね、よく浦安の舞浜にあるディズニーランド、ディズニーシーにはよく行くんですけど、まあ、それが浦安にありますね。あとは、まあ、筋力トレーニング、球速トレーニングしかしないので、練習メニューで、まあ、いかに、他の能力をね、上げていくか。まあ、例えば、投手であれば、球速練習しかしないので、当然、変化球とか、コントロール、スタミナが伸びづらいということになってくるので、まあ、それを練習メニューでどうカバーして伸ばしていくかっていうのがね、一つポイントになると思ってます。で野手も同じで、パワーしか伸びていかないので、まあ、ミートとか、守備、捕球、あとは走塁、まあ、そういったものを練習のメニューで、ちょっとずつ底上げしていくということしかね、ちょっとできないので、そこを、まあ、よく注意しながらですね、プレーの方は進めています。はい、スリーランホームランですね。藤枝君のコールド勝ちを決めるスリーランホームランです。これで3回戦も突破になります。では、準々決勝ですね、いすみ高校戦になります。総合戦力 C、 堀田君が打率3割、ホームラン10本、打点24、まあ、強打の星という位置づけですかね。で今回の張り切りボーイは大越くんです。ここも先制点を取って逃げ切るっていうね、まあ、そういう野球をしていくことになると思います。これは吾妻くんが追加点となるツーランホームラン。これで5対2とリードが3点になりましたね。3点になるとまあセーフティーかなっていうね、感じもしますけど、ここはドモン君にスイッチします。で早めに守備を盛り上げておきましょう。まあ、1点と3点だと全然違いますからね。さらに、我々の、ね、投手陣は全員が
本格派、速球は150キロ以上、もう2年生3年生になってくると160キロ投げますからね。本格派の投手の集まりではありますが、まあ、変化球であったり制球であったりコントロールっていうのはね良くないので、まあ、ヒヤヒヤはやっぱしてきますね。早めに、山井くんにスイッチします。で当然なんですけども、スタミナもね、豊富な選手は少ないので、まあ、一つは本、もう一つが早め早めの継投、これでねスタミナ不足っていうのをカバーしていくということになるかと思います。これで、準々決勝勝利です。では準決勝になります。ランナーとランナーなしという場面で平川戦力分析確認しましょう。相手は総合戦力 D 千葉の幕張高校ですね。今回の張り切りボーイは2番の平川君ですね。すでに魔物発動してくれてますので、このままですね終盤まで魔物を温存しましょう。はい、準決勝は14対4と5回コールドで幕張高校を下しています。決勝にね弾みのつく豪快な勝ち方ですね。深井君、藤枝君にそれぞれホームランが出ています。では夏の甲子園大会予選決勝に進みましょう。なんか甲子園大会に出るのが当たり前みたいになってきてる感じがしますけど、決してねそういうわけではないので、満身ないようにいいプレーはしていきましょう。まあ、あとは甲子園大会のね本戦、ここで優勝したいので弾みをつけていきます。今回はそうだな、長川くんか平川くんか、ここは平川くんにしましょう。2番の平川くんを、張り切るボーイにして、まあうまくすればね魔物を発動してもらって、まあ勝利にねより近づいていければいいかなというところですね。バッター平川、マウンド上はでは相手の戦力です。総合戦力 B か、ついに B の高校とぶつかるな、久しぶりですね。3番泉田くん打率4割、あとは5番、上内くんなのかな、打率3割3分3厘ホームラン7本、4番菊島くんは打点21ですね。魔物発動してますが、ここはまず魔物を使うようなフェーズではないので、このまま進めていきましょう。平川くんちょっと調子を落としてますね。これはセンターフライでいい。掴みました。これで2アウト。では7回の表ですね、ワンアウトランナーなしの場面なんですが、ここは1対1同点なので魔物を発動しましょうって言ってる時、平川君のところで魔物を1回使って終わりかなっていうところでしたけど、大丈夫でしたね。もう1回回ってきてくれましたね。4番深井君、これも大きい当たりだぞ、ポロってくれよ、よし、これはフェンス直撃でしたね。これで追加点をさらに重ねておきましょう。さあラッキーボーイの本領を発揮する。追加点を取って、まあ4対1ぐらいにしておければね、セーフティーかなと思うので、ここは松木君の前に結構手こずってるな。これはいい当たりだ、フェンス到達、これで4対1。魔物の効果があんまりね、良くも悪くも発動されてないというか、そのままいいプレーに、まあ打球を打ってくれてるってことですね。まあ今のプレーはもちろん魔物ありきのプレーですけど。さあでは8回の表ですね。7対1とリードが6点になってます。予選決勝ってどうなんでしょうね。あるのかな、ゴールド勝ち、ゴールド負けっていうのが。ここは熱になった。もう魔物の効果は切れてる回またぎの8回表になってますね。4番深井君、ここはスクイズみたいなせこいことはしないで、納金プレー、納金チームらしく打っていきましょう。これはボテボテの当たり、セーフ、アウトか。タイミング的には微妙かなと思ったんですけどね、アウトでしたね。ただ長川君が逆方向へのスリーランホームラン。あ、決勝はやっぱりないんだな、ゴールド勝ち、ゴールド負けっていうのは。
チェンジ。ではこのままね、進めていきます。はい、最後はね、まあ、10対5と点差を縮められながらですが甲子園大会出場を決めています。これで、まあ、連続出場記録を、ね、伸ばしているというところになりますかね。では次回はですね、甲子園大会今度こそ優勝を目指して、頑張っていきたいと思いますので皆さんの応援に引き続き、よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。